はい、皆様こんにちは、こんばんは。ここはね、はい、もう何回か来たかな。ここは飯どころ横田ね、外側は後で映しますね。はい、メニューご紹介します。前も紹介しましたけど、はい、鶏唐揚げ定食850円、これ安いんですよ、すごいボリュームで。はい、とりあえずメニューね、チキンカツこんな感じ呼んでってくださいね、焼肉定食とね、牛ハラミ定食、値段はね850円から1200円、1300円の間、そんなに高くはないですね。ここはものすごいボリュームですから。でおかわり自由は、はい、定食のご飯はおかわり自由ですね。お気軽に お声かけください。これがね、釜で来るんですよ、ちっちゃい釜 でカツ丼、親子丼、焼肉丼、豚バラ、これもいいね。五目釜飯、カニ釜飯、これもね900円から700円から1200円のね、べらぼうに高くないですからね。はい、そばうどんプラス、そばうどんヒアオン小150円か、安いね。小って書いてありますけど、これちっちゃくないんですよ、大きいんですよ、そばうどんね。表示価格は税込み価格です。嬉しいですね、税込み。はい、ヒアね、モリザル、テンザル、このテンザルそば頼みましたね。でね、相方2人います。1人はテンザルうどん頼みました。まあ1200円ね、天ぷらがねいっぱいありますから、たぬき、とろろ、おろし、おろし納豆、納豆はい、800円、700円、900円、800円、600円から1200円の間ですね。はい、オン、今暑いんでね、あったかいの食べる人少ないと思うんですけどね、こういうの1200円ね。おそばうどん、山菜、なめこ、月見、たぬき、納豆、大盛り、大盛り150円増しね、650円から1200円の間ね。はい、筑西産のそば粉を使用しています。あら、筑西産のそば粉ですね、税込み。はい、次、はい、お刺身盛り合わせ、美味しそうですね、1500円。うん、見てないけど美味しそう天ぷら盛り合わせもね1300円するからね、昔懐かしいやつ、いろいろあるね、揚げ出し豆腐もう単品ですね。これ揚げ餅納豆だ、ニンニク丸揚げだって、ポテトフライ、揚げチーズ、揚げね、500円、600円、700円、750円ね、こんな感じね。あ、こういう風に写せばいいんだね、ポテトフライ。うん、量が多いですね、この辺。あら、はい、こういう風に写せばいい、鶏唐揚げ、ね、鶏がいっぱいあるみたいね、豚も牛もあるし、ここは鶏、豚、牛、何でも食べれますね。ハラミ焼き、ニンニク、これ飲む人はいいんだろうね、飲まない人も美味しいだろうね。うちからご飯持ってきてこれだけ頼めばそんなことない。豚ロース焼き、カツ重ね、卵焼き、じゃがバター、長芋千切りだって、いくら見えない、500円だ。月見芋、うーん、ね、見たことないね、別に。タイの塩辛、カツオ塩辛、枝豆、納豆、あ、違う、枝豆、冷ややっこ、冷えたやつなめこおろし、ね、400円とか300円とか440円とかね、あ、440円だ、400円か、おしんこね、サラダ、カニサラダ、カニサラダ高いね、1200円だ、でっかいのかな。ここはね、量が多いからサラダだけ食べに来る人いるかもしれない。みんなで来た時にね、サラダ分けるんだろうね。おにぎり2個、焼きおにぎり2個ね、400円、お茶漬けも、カニ雑炊、あ、あんみついいね、アイスもある、アイス安いじゃん、150円だもん、バニラ、こういうとこって350円とかするよね。はい、
ね、歓送年会、法事、祝辞、ね、宴会賜ります。予約賜ります。飯どころ横田、0296246726。はい、グランドメニュー終わり。それで、あのおすすめ、本日のおすすめってあったんですけど、ちょっと下げられちゃったんで、あそこはね、あの一人の相方が頼んだモロキングとかあるんですよね。うん、はい、ビール、カクテル、じゃあビールから、こういうのね、ありますから、運転しない人は、で運転しない人で飲む人はね、焼酎、2300円するの、お酒は分かんないですね、飲まないから、つまるりんご、今日、フルーツならいいね、各480円、はい、カクテル、ジントニック、ソルティードッグ、カシスソーダ、ソルティキャット、なんちゃってノンアルコール、ね、あノンアルあるけどあんま飲まないな、お茶飲むからね、こだわり酒場でよだれ面白いね。ソフトドリンク、ソフトドリンクもそんな高くないよね、250円だもんね。アイスコーヒー、アイスコーヒーでね、これあの麦茶、これ全部麦茶ですからね、ちょっと飲んじゃいましたけどこれね、はい、あこっちもあった、ハイボール、これ宣伝だね、各ハイボール芳醇な香りだっていうのなんとかかんとか書いてある、530円、蔵元限定、頑固人芋、なんでこんなこれだけちっちゃいんだ、麦、芋を麦ってことだね、頑固な人入ってんだね、蔵元限定ワイン、エルテルコ、テルコさん入ってるんだ、エルテルコ、サルドネ、まあいろいろありますね、はい、メニュー、はい、終わります、終わり、はーい、はーい、皆様こんにちは、こんばんは、はーい、これもね、ここはね、飯どころ横田、あっちの厨房ね、これは天ざるそば、はい、こっち天ざるうどん、おいしいうどん、うん、うん、よかったね、でこっちはサメです、サメ肉モロステーキね、ここ飯どころ横田、茨城県筑西市の名物だそうです、海はないんですけどね、はい、そば食べたかったんですよ、ざるそば、はい、いただきます、ロロ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 ロ、長いです、なんかここでそばは初めてですね、寒い時期来た時は唐揚げ定食とか焼肉定食とか食べましたね、はい、ざるそばいただきます、なんかこのごまの風味が強すぎてそばがよくわかんない、ちょっとこのまま食べてみようかね、そばちょっとここのね全部入れちゃいましたね、面倒だから、このそばのそば、うん、うーん、美味しいです、でもちょっとなんか風味が少ないかな、これね、天つゆね、はい、天ぷら食べてみます、おお、人参だ、人参揚げてあった、なんかこう輪切りの細長輪切りみたいなね、はい、人参いただきます、うん、うん、あ、ホクホクしてて美味しい、人参で外カリカリね、はい、じゃあ順番に一口ずつね、ナス、はい、天ぷらも美味しいです、はい、ナスの天ぷらいいですね、夏の季節の野菜ですね、はい、天つゆにつけて、実は結構塩派なんですけど、ここの天つゆも美味しいんで大丈夫です、美味しいです、いただきます、うん、うん、美味しい、揚げたて、中トロトロふわふわ、外カリカリしますね、ちょっと遠いからもうちょっと近くに、はい、はーい、エビ、
エビ天いただきます。大好きです、エビ天、エビの天ぷら。はい、いただきます。うんうん、美味しい美味しい、エビの風味します。うん、美味しいです。はい、次は一口ですね。みんな美味しい美味しいでね、なんか気の利いたコメントすればいいんだけどね。これピーマン、ピーマンも天ぷらにできるんだね。いただきます。うん、あ、ピーマンの風味で美味しいです。はい、次これなんだろう、これ椎茸かな、椎茸だね。この揚げた衣がすごいね、これね、なんかね、ね、カリカリしてて美味しいですよ。あ、こぼしちゃった。はい、椎茸。うん、美味しいです。はい、いただきます。うん、今持ってくるね。はいはい、再開。うどんがね、あ、違う、そばあげたからねうどんもらうのにそばあげたからかぶっちゃった。はい、うどんね、ちょっといただきます。美味しそうです。あ、うどんも長いんだね、これこれは天ぷら。あ、よかった、ここで失礼しました。お盆もね、ここも綺麗だから大丈夫です。はい、大丈夫なんです。はい、うどんもそばも長いんですよ、妙にな、んということでしょう。まあ動画編集してもらいましょう。はい、はい、うどんいただきました。うどんいただきます。うん、うん、うどん美味しい。はい、いいですか、ちょっと。いや、いらない、いらない、そんなにニラ嫌いなんで、ニラくれました。これじゃなくてモロキングちょっとちょうだい、ちょこっとでいいよ、切って切って、そんなにいいよ。じゃあお箸、はい、これモロキング、モロステーキいただきます。最初にこの鉄板で来て、うん、かけますねっつってね、ニラもっとてんこ盛りだったんですよ。その上からね、ニンニク醤油タレみたいなのをジューってかけました。はい、美味しいって言ってますね。はい、はい、いただきます。ということはニラをかけて食べるのも美味しいのかな、うん、ね、はい、モロステーキたっぷりニラ、たっぷりニラ入り、ニラのおかけいただきます。うん、うん、確かにモロだモロですね。うん、はい、美味しいです。はい、いただきます。皆様こんにちは、こんばんは。はい、何回目でしょう。ここは飯どころ横田、とってもいいって言われましたね。はい、ガマです。相方はね、サメ、サメの肉、モロ、モロステーキ食べましたね。で、あと一人は、天ざるうどん。私は天ざるそば。はい、手打ちそばって書いてありましたね。まあまあ、まあまあでしたね。はい、暑いです、今日は。カンカンデリス、道どころ横田。7月のね、終わりの頃。暑い、誰もいなくなっちゃった。やっぱり田舎の人は早いんだね。食べ始まるの。だってまだね、1時過ぎぐらい？ね。11時開店なんで、開店と同時に来るみたいな、あのパチンコ屋さんみたいなな、わかんないけど。はい、お花がかわいいよ。で、なんかこれ風情あるよね。灯籠とね、お花ね。これはなんて言うんだっけな。なんだっけな。忘れちゃった、百日草かな？ね、いい感じよ。はい、ごちそうさまでした、飯どころ横田さん。はい、また来たいですね。違うメニュー食べてみたいですね。はい、ごちそうさまでした。終わり。